はい。それでは超重要論点マスター演習民法の3回目ですね。始めていきたいと思います。3回目はちょっと大事な抵当権についての問題を見ていこうかなというふうに思っております。こちらですね。A の B に対する金銭再建を担保するために B が C に賃貸している B 所有の高建物を目的として抵当権が設定されている。まあとりあえずなんか 定当権が設定されてるんだなってことは分かりますよね。で、A のために定当権設定登記がされた後、B の C に対する高建物の賃料債権が B から E に譲渡され、C の確定日付のある証書による承諾がされた場合、A は当該賃料を差し押さえて優先弁済を受けることができると。まずこれ何が聞かれてるかってことが問題になるんですけど、A ってその 建物に関して何か言ったわけではなくって、その建物じゃないものを差し押さえてますよね。こういうのを何て言いましたっけこういうのを定等権の中でも何て言いましたっけ定等権の目的物以外のものに対して何か差し押さえてきてますよね。えって。自分は建物に対して定等権の設定を受けてるんだけれども、その建物じゃないものに対して、賃料債建ですね。なんかについてバッて差し押さえてきてますが、 その目的物じゃないものに対して食ってかかろうとする。この性質のことを何て言いましたっけその目的物じゃないものに対して食ってかかると。こういうのを物上大って言いましたよね。こういうのを物上大性というふうに言ったりするわけでありました。で、もうこの物上大については、実はもう聞かれてること、聞かれることっていうのが大体決まっていて、要件と対象物なんですよね。 要件と対象物。で、今回は特にその物状代の要件について勉強していきますよというところなんですね。では、今のように、定等権の目的物じゃないものに対して食ってかかろうとする場合、どういう要件でいけましたっけっていう。どういう要件でいけましたっけっていうところをぜひもう一回確認しといてほしいんですね。どういう要件でいけましたっけっていうといけますかね。勉強してますかね。 これは要は、その目的物が払い渡されたり、引き渡さ、引き渡されたりする前に差し押さえないといけないよってことが要件になっていたはずなんですよ。ですね。払い渡されたり、引き渡されたりする前に差し押さえないといけないよってことが要件になっていたはずなんですね。覚えてますかね勉強された方は多分覚えてるんじゃないかと思うんですけど、そういうところです。 そうすると、要は、目的物じゃないものに食ってかかりますよ、という場合、ですね。目的物じゃないものに対して食ってかかりますよ、物上代しますよ、という場合は、その目的物が払い渡されたり、引き渡されたりする前に、オラーって差し押さえないといけない、ということになると。そうすると、今回の問題ってどこが問題なんですかっていうと、まさにそこですね。今回、この、賃料債権に食ってかかりたいと。 賃料債権に食ってかかりたいというわけですが、この賃料債権が譲渡されちゃってるわけですね。ですね。この賃料債権が譲渡されちゃってるわけです。これでわかりましたね。目的物が債権譲渡みたいな形で譲渡されちゃうと、これはもう払い渡しとか引き渡しに当たっちゃうんですかねっていうのが論点なんですね。これ過去問でも一回出たことがありますけれども、 結論から言うと、再建譲渡がされちゃったとしても、まだ払い渡しまたは引き渡しには当たらないって話ですね。再建譲渡がされたぐらいでは、まだ払い渡しまたは引き渡しに当たらないので、このまんまだったらまだ物上代いけますよってお話なんですよね。このまんまだったらまだ物上代をすることはできますよという話になるわけです。なので、今回の問題については、これは正しいと。 ということになるわけですね。B の C に対する高建物の賃料債権が B から E に譲渡され、C の確定日付ある証書によって承諾がされたとしても、これぐらいだったらまだ払い渡されたとか引き渡されたということには該当しないので、まだ物上代いけますよと。まだ物上代いけますよということです。なので、これは正しいというふうに考えることになるわけですね。 このように、今回の問題を通して、抵等権の目的物じゃないものに対して食ってかかるという性質を物上代と言うってことと、その物上代をするためには、目的物が払い渡されたり、引き渡されたりする前に、オラって差し押さえないといけないということですね。 そして、今回のように、債権が譲渡されたぐらいだったら、まだ払い渡しまたは引き渡しに当たらないので、いけますよ。まだいけますよ。っていうところ。この3点をうまく抑えられていればいいのかなっていうふうに思います。今回の問題を通して、物状代ですね。もう一回しっかり復習できればっていうふうに思っております。頑張ってみてください。終わります。